あなたの行きたいって言って前から言ってるとこ、そこの川だった向こうのカフェですよ。クック。クック。営業中。ほう。8時から。行ってみますか。どっから入るの？うわ、入れねえ。入れないね。8時からだし、定休日木曜日だし。よいしょ。一般ナポリタンとか。こちらでございます。カフェ、クック。ん？いる？行ってくんね。モーニング、記憶正しい。でもシナモン効いてていい感じです。おっちゃんなるです。どうもどうも、うん、昨日はね、うん、稲部で、うん、ケビンとキャサリンと過ごしまして、はいはい、朝、はい、朝ラジオ見事に失敗しました。何その連休ってさね、残念でした、うん、まあその日の朝でございます今日は、はい、で今ですね、はい、三重県の名張市に入りまして、うんはい、もう入った？もう入ったんじゃないですかね。入ったかね。はい。でこれからどこに行くんでしょう、エミコさん。フルーツランド南国に行きます。はい。はい、もうわかりますね、はい、我々は今から松茸を買いに行きまして。はい、今季初です。ね、うん。タイミングしてたからね今年はね、はい、行きたいと思います。はい、来たフルーツランド。あ、ほら出た。南国。お土産松茸弁当。イエーイ。松茸。ほらうどんって書いてあるやん。本当だ。松茸あるかな。イノシシの肉がある。松茸祭り開催中って書いてあるのがあるんじゃない？ありますよね。ここってん。ここってないよね。タージンね。ちょっと行ってきます。松茸買ってきます。フルーツランド南国さんです。松茸買います。柿買えば。僕らは柿が嫌いなんです。今滑った今。あるじゃん。うん、こっちは3万。あっちはあっち。これすき焼き用にこっちはでいいんじゃない？千葉さんですよ。うん、じゃん。うんうん。でかっ。これ赤目さん。みんな赤目さんでないの？千葉さん。本当や。あとはね、白滝とか白滝なくてもいいのかな。まあそんなもんでいいよな、シンプルに。じゃあ、ぐらいかな。うん、松茸弁当2つ買う。いいよ。じゃあ松茸弁当2つください。あ、そうですか。うん、松茸手に入れましたら、はい、すき焼き用に開いたやつ、ちょっとお休みのやつに、はい、小ぶりのやつはあれやね、はい、いや炙るようやね、裂く、裂いて食べるようですね、はいはい、ということでおよそ2万3万円分ぐらい、そうね、うん、購入いたしました、はい、続いては伊賀牛でございます、はい、お肉買います。福田さん家に帰りたいと思います。はい、タオちゃん長かったね。まだお家帰れないんですよ。そうでした。タオちゃんは今日ここで宿泊でございます、はい、明日から実はツアーだからね、はい、ここでまた家に帰るよりかはタオちゃんは、うん、もうそのままいた方がいいのではないかと、はい、いうことで、ケビンとキャサリンと一緒に稲部を出たけれど、こうぐるーっとお互いに違う方向から回って、うん、今それぞれが秘密基地に向かっております。ちなみにケビンたちはスガキ屋のラーメン食べてました、うん、はい、ついとるね。到着。ケビンたちは先に来てました。どうやら工事中みたい。
タオちゃんあそこに。タオちゃん。夜の秘密基地でございますよ。そしてタオちゃんは、もう家にね帰ってきているんですけども、今日は、ここでキャンピングカーにもっと慣れていただくためにもですね、今日はここで過ごしていただきます。夜はエムコか私が一緒に寝る予定でございます。ね。はいよ。暗い？いいよね、こんなんでね。ここで宴会したいと思います。さあ、松茸を持っていきましょうかね。これ、今日容赦なく買ってきたよ、俺。容赦なく。もう匂いする。これはこの炭で焼こうかというちっちゃいバージョン。もう匂いがする。もういい感じだな。これはねいいよ。最高。これはもう思いっきりすき焼きに入れて、食べようかな。めっちゃいいです。このラップしたって。うん、こっちの方がいい匂いする、うん、だよね、うん、お麩を戻してますよ。こんなんでいいのか。うぜえ、何で書こうと思ったの。なんだよ、この匂いよ。さあ、じゃあ乾杯しますか。まずは野郎同士で。はい、第1次。はい、はい、おかえり。ただいま。よう冷えとる。だってあれがちょない。何も。あの人いなかったら進んでないよ。皮だけ、皮こぶただけ。はい、皿くちょうだい、皿。峠の釜飯ね、これ。ありがとうございます。横から。うまく言った。鼻ついてる、鼻がに。いいんだよ、焼くからいいんだよ。いいね。うわ、ナイス味な、はい、最低。熱くないの、大丈夫なの。熱いよ、熱いよ、熱いよ。熱い。熱いけど、置いてから熱いって言わなきゃいけない。食っちゃうよ。食いな。ありゃー。シャキシャキ。最高。どうす、日本酒だわ。日本酒だよ、ね。これ日本酒。え、塩の方が美味しい。どっち？あのね、ちょっとこれ、正直何もあのカボスさえつけたらいいかも。もったいない。もったいないね。うん、あの変に味。醤油はもうごはっとだな。ごめんつけちゃった。いただきます。はいよ。シャキシャキ。シャキシャキ。一口いっちゃった。あ、そうなの？うん、うま。うま。うん、なんでこれ塩気なんだろう。うん、うまいよね。うまみすごいわ、うん、さっきあのケビンがあのヒゲいっぱいこすりつけてた。それマジで。こすりつけてない。やめてよ。酒飲む人を待って、俺塩頼むよ。塩だいたい半分その空いてるやつに入れちゃう。あの、この色の。いや、舐めない。舐めない、舐めない。もんべ。ほれ、ほれ、ほれ、ほれ。ほれ、ほれ、ほれ。舐めれるだろ、ほら。舐めない。舐めない。もうちょっと裂いて。もっと裂いて。パン、バンバン裂いて。裂いた手をよこせ。待って。よこせ。よこせ。よこせ。もうだってすごいよ、これ。食べに行くんだろ。すごい匂いする。なんでそんなに興奮してんだ、この。うーわ、うーわ。え？肉いった？まだいってないよ。いや、今、はい、香りが。待って、ちょっと待ってね。自分で買ってどうするんだ。自分フレーム。あかん、これ自分でフレームして。これめちゃくちゃ量あるけど、これいいよ、どんどんこれ。すごいよ、これと何、牛肉の油と絡めて食うの、うん、もうさ、野菜も やめとこ、もう肉と、肉と水が出るからね。肉と松茸だけ。ねえ、そんなに。こっちから見とるの何。あ、するするよね、めっちゃするよ、ほら。今鼻に入ったじゃん、今。バカバカって言われてる。はい、すごい。6枚いきます。いく、これはもちろん一緒に。口だけちょっと口だけ。
ゃーじゃー、うわいっちゃえあ、卵行かないと卵、待ってこれ、あれタレ、うん、わすっごい贅沢な、うん、多分ここでいいと思います。これおかしいよ、これ食べ物が。ちょっとうわ肉とイラ牛だけってどんなの。もういいね、いやそれも後半でいいよね、もうちょっと今全部、はい、はい、もうちょっと、もう一回だけ待って、はい、これイラ牛だね、イラ牛お世話です。もちろん赤身、はい、赤身のザクザクさ、じゃーん、2回転ぐらいかな、どうでしょう、はい、ちょっと火を焼いて、卵すごい、これ。これ何？あそこの、キウイで買ったやつ。キウイで。アイノーの色が違うね。エムが先に行ってくれるんだった、あんた。始まったやから。この膝の置いてあると私。待って、お肉預かるから。さかじこれ肉預かってるんだ。みんな興奮してます。やばい。やばい、テンション上がってる。うわあ、いいね、いいんじゃない、うわうわうわ、あー、いきますか、はいはいはい、香りす、はい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 、香りすげえ、はいはい、すげえそれ、いただきます。赤、よ、見ててよだれ出るよね、これ見ててよだれ出てすげえ、待って待って、もうこれちょっと待って、みんなさ、もうダメだよ、早く食べなきゃ、ちょっと火をはめて、どうですか、ありえへん、ありえへん、すき焼きってこれじゃない、松茸、うん、と牛肉だけじゃない、すごい、すごいね、これこれいいの、うん、あ、めっちゃでかいで、ええ、松茸、ええわ、ええわ、いただきます。おかしいよね、これやばいね、これやばい、笑っちゃう、さあ、いいから食べるよ、美味しい、ね、すごいクールに今笑ったね、今ね、うん、初めて食べた、うん、おかしい、これおかしいよ、仕事に行かされたら食べる時必死、今まで遊んでるって感じだよね、うん、寝る、はい、forgive me Jen for this transgression、よいしょ、どっこいしょ、あ、たおちゃんそこ行ったの、うん、ご飯食べた、うん、出ないで行ってきます、よろしく、よろしくお願いしますわけわかんないことになってるよ、行ってきます。ではね、北海道行ってくるね。